今回の声優ニュースはこちら。物語シリーズ荒良月日などの声を担当する声優井口由香さん、8月5日発売の週刊プレイボーイに登場しており、そのアザーカット版デジタル写真集君の声と波の音とプロローグが同日発売されています。井口さん、週刊誌初グラビアに挑戦されたということで、水着での撮影も多々あるのですが、ぶっちゃけ刺激が強すぎるので、ここではこの通り大幅カットでご案内しております。週刊誌によると、声優界一とも称される美ボディに刮目せよとのこと。自分もね、好奇心を抑えられず、つい写真集のサンプルをこっそり見てしまったんですが、こいつはすげえぜ兄弟。ということで、写真集へのリンクは概要欄からどうぞ。井口さんといえば、今年4月に発売されたセカンド写真集モアモアモアが大ヒットして話題になっていました。30代半ばで写真集を出すからには、浜辺でピチャピチャという感じではなく、この年齢だからこそ出せる大人っぽいグラビアで行きたいと思い、本気で体作りを始めたとか。さて、写真集といえば、ようこそ実力至上主義の教室へ、串田桔梗役などを演じる久保ゆりかさんも、7月29日に久保ゆりか写真集エウレカを発売されています。こちらオール韓国ロケで水着やランジェリー姿も披露。グラビアはこれが最後という思いから挑戦されたそうで、久保ゆりかさんの水着姿を拝めるのはこれが最後になるでしょう。さらに、ようこそ実力至上主義の教室へで堀北鈴音役を演じる鬼頭あかりさんも、20代最後のフォトブック鬼頭あかりアニバーサリーフォトブックあかりのままが8月19日に発売。長崎五島列島で撮影されたフォトブックで、ヘルシーなビキニ姿やホテルでのランジェリーカットにも初挑戦されたとのこと。30歳を迎えるアニバーサリーイヤーに、今の自分を残しておきたいという思いから挑戦されたとか。いずれの写真集も概要欄にリンクを貼っておくので、気になった方はご覧あれ。アニメ時々ボソッとロシア語で出れる隣のアーリャさんはご覧になっていますでしょうか。アーリャ役上坂すみれさんが話すロシア語がマジで可愛すぎておかしくなりそう。さて、このアニメ、贅沢なことに前はエンディング曲が何かのカバー曲になっていて、これを楽しみにしている視聴者も多いはずでね。第4話エンディングがハレハレ愉快のカバーでした。あまりの懐かしさに自分もテンション爆上がりだったのですが、さらに嬉しいことに、ロシデレ公式 YouTube チャンネルにてメインキャストの5人がハレハレ愉快を踊る動画が公開されています。久世正親役天崎浩平さん、アーレ役上坂すみれさん、周防雪役丸岡若菜さん、マーシャ役藤井幸雄さん、君島綾乃役相沢さやさんの5人、皆さん一体どれだけ練習したのか、キレッキレな踊りを披露されています。ご存知かと思いますが、ハレハレ愉快はアニメ涼宮ハルヒの憂鬱のエンディング曲。こちらもメインキャラ5人が踊る映像となっていました。ハルヒの声優さんたちもライブでハレハレを踊っていましたが、確かキョン役杉田智和さんの話だと練習期間が1ヶ月ほどだったとか。声優さんたちが5人揃ってハレハレ踊るのを見たのってあれ以来だったので、マジで感無量でした。というか、この頃マジで声優さんによる踊ってみた企画多いですよね。嬉しいですけど、ただそれだけ大変だなとは思っています。アニメ「ボッチ・ザ・ロック」後藤ひとり役を演じ、2024年第18回声優アワードにてボッチ・ザ・ロックのユニット結束バンドとして歌唱賞も受賞されている声優の青山佳乃さん。去年6月には踊るさんま御殿に出演されたりと幅広く活躍されている人気声優さんですが、先日とあるネット記事によって過去4年分の活動が丸ごとなかったかのようにされてしまった珍事件があったのでご紹介します。青山さん、7月中旬から下旬にかけて体調不良のため、ご自身の担当する番組金曜日のしじみなどお休みされていました。多くのファンから体調回復を願うメッセージが届いていました。で、7月22日のこと、青山さんが X でこんな投稿をされます。関係各所の皆様、そしてファンの皆様、ご迷惑ご心配おかけしております。少し前にお仕事にも復帰させていただき、本日よりツイッターもゆっくり再開していきます。よろしくお願いいたします。この投稿はインプレッション数も150万を超え注目を集めます。この投稿を見てとあるネット記事の担当者さんがおそらくこんなことを考えます。お、青山佳乃さんっていえばアニメボザロで主人公の女の子をやっていた人気声優さんじゃないか。お仕事復帰されたのか。よし、記事にしようと。で、青山佳乃復帰とか青山佳乃活動休止とかでググったんでしょう。検索結果の上位にはこんな記事が表示されます。
休業一部活動していた声優の青山吉野、徐々に現場復帰。そして記事の投稿日付を見ると2020年4月4日、アニメ声優ファンの皆さんならわかるはず。いや、それ今回の話やない、4年前のやつやと。だがその記事の担当者はこう思った。ああ、4年前から活動休止されていて、やっとお仕事復帰されるんだと。ということで出来上がった記事のタイトルがこちら、声優青山芳乃活動再開を発表、4年ぶり体調不良から復帰。記事の投稿日付は2024年7月22日。記事の通り受け取った場合、青山さんは4年間活動休止されていたことになる。つまりアニメボッチザロックが2022年放送なので、これもライブイベントも全てなかったことになる。当該記事はその後すぐに非公開にされています。ネットではひどい話ですね。何、青山芳乃はまだ活動してなかったのにこれだけの結果を出していたのか、まだ青山芳乃は本気を出していなかったのか、ボザロに出演しない世界線といったコメントで溢れていました。念のため今皆さんがいるのは青山芳乃さんがボザロに出演した世界線です。アニメシャングリラフロンティアでアーサー・ペンシルゴンなどを演じる日笠陽子さん、7月16日はお誕生日でした。え、おいくつになったか。まあそんなことはいいじゃないですか。とにかくいつもありがとう、 Thank you、 それだけです。さてそんな日笠さんとアニメ推しの子鮫島阿比子役などを演じる桜彩音さんがパーソナリティを担当するラジオでお誕生日会をされた時に語られた、もう何年も前、事務所の後輩にうなぎをおごろうとしたらたくさん来ちゃった話が面白すぎなのでご紹介します。その後輩というのがアニメ痛いのは嫌なので防御力に曲振りしたいと思います、メイプル役などを演じる声優本土楓さん。それは本土さんがまだ新人1年目の頃、本土さんが名古屋出身ということで、日笠さんなら東京のうなぎを食べに連れて行ってあげようと思ったとか。すると本土さん、同期の子を呼んでもいいですかと確認。日笠さん、うん大丈夫だよ、二人きりだとちょっと気まずいもんねと快諾してくれたそうです。ほんと素敵な先輩でね。結局本土さん同期の子全員連れて4人で来て、日笠さん入れて5人になったらしい。日笠さんお財布見て、わああるかなって思ったそうです。で何の偶然か同じ頃うなぎをおごられた側である本土楓さんもラジオでこの件について触れています。日笠さんが他の子も誘っていいと言ってくれたのがあまりに嬉しくて同期の女子を全員呼び出したとか。そしたら日笠さん、お前こんなに呼んだのか、まいいよいいよと言ってくれたとか。じゃあどうしてうなぎをご馳走になる場にこれだけたくさん連れて行ってしまったのかですが、理由があって、本土さん当時お店で食べるうなぎの値段の相場がわからなかったと言います。スーパーのうなぎに慣れていたこともあってそんなに高価な食材とは思っていなかったとか。なのでその時は焦る日笠さんを見て、日笠さんどうしたんだろうと思っていたらしい。なかなかに高級なお店だったと言います。まあうなぎも値段は様々ですが1年前で5000円以上は軽く超えるかと。本土さんそれが嬉しくて今では日笠さんのように後輩におごってあげるようにしているとか。これは2016年の頃の話で、その時の写真が日笠さんのブログに掲載されています。概要欄にリンクを貼っておくのでご覧ください。皆さんニコニコ動画はご覧になるでしょうか。自分も学生時代からお世話になっていますが、今年6月に起こった大規模なサイバー攻撃によって縮小営業に移行し、ニコニコユーザーに多大な影響を与えました。そんなニコニコも8月5日にリニューアル、サービス再開されたわけですが、声優さんの中にもニコニコが使えず大問題になっていた方がいます。それがアニメ薬屋の独り言マオモン役などを演じる結城葵さん。結城さんニコニコが見れなくなったことでいかに自分の生活に大打撃を与えるかを痛感したとか。というのもお仕事にニコニコを使うことが多かったらしい。どういうことかというと、例えば過去作品に関するコラボの案件が来た場合など、当時の演技を思い出すために過去アニメを見直す作業が必要となるそうですが、ニコニコプレミアム会員だと過去作品も見られる、作品によってはニコニコでしか残っていないものもあるということで、ニコニコが使えなくなってどうすんだよこれとかなり焦ったそうです。今まで当たり前のようにそばにあったニコニコがなくなったらこんなに生活に影響を及ぼすのかと、その大切さを痛感したといいます。慣れ親しんだ場所が爆撃にあったかのような感覚で、え、もう帰れないの？と思ったとか。そして結城さんこうも言ってました。正直まあまあこの時代にしか許せないような下水こともいっぱいあったなって思うこともあるんだけど、でもそれが思い出なんだよ許してくれよと。
一体結城さんが何を指しておっしゃってるのかは分かりませんが、個人的にニコ動で好きだったのが、結城さんが要まどか役で出演する魔法少女まどかマギカをめちゃくちゃにした動画、クズなまどかが魔法少女になりたがっているようです。でしょうか。ご存知ない方はぜひニコニコでクズなまどかで検索してみてください。当時のニコニコってこういう作品がわんさかあって、マジで毎日退屈しませんでした。以上です。